川の中に落ちちゃいました。うわもうすごい空洞です。こんなですもん。あららららららら、これはもう危険地帯です。結構のトンネルになってて、ね、あのとこ行けねえよ。結構空洞になってましたね。びっくりしました、まあ空洞になってるのは知ってたんですけども、まさかこんなだとは思いませんでした。また落ちたりして、いやそれはちゃんと落ちるかなと思って行ったから、全部しっかり養生してから行ったの。ここまで。結構な穴だったよね。お前今雪崩してそこでしょ、うん、そこから上がろうとした時上がれないかもと思うの分かるでしょ、うん、上がれないね。1メートルだね。うん、上がろうとした時上がれないかもと思うの分かるでしょ。うん、上がれないね。1メートルだね。うん、まだそれだけ雪があるってことで、うん、まだそれだけ雪があるってことだよね、うん、そうだもん。うん、だってそれ雪の上乗ってそこでしょ。まあ、ほぼ地面の上。こっちが昨日落ちた穴、こっちが今落ちた穴。まあ、お前の足元も結構危険。ん？お前の足元も結構危険。集めろ。うん、いやー結構穴だよ、結構穴だよ。でっけ穴だったね。しかし、うん、ここがちょうど薄いの。あ、そこ危ない。水上がらないかな。ん？水上がらないかな。上がらんろ。うん。雪で埋めて上がらんろかな。そっちまでやるの？上がっても困らんのか。ほら。怖えよ。怖い。マジ怖い。全然すぐ下通るんだねえ。あったくるから、ここ結構揺れてるね。よくこっちの方当たった。今日当たったね。今日最初朝こっちから行ったんだよ。ああ、そこは大丈夫。そう、うん、
ちょっと目測を誤っちゃったね。ここなの、ね、だからさ、帰りはさ油断するよね。あ、ここさらに薄い。おっかねえな。ってことはお前の足元もダメんがんじゃねえ。うん、結構もうすぐ溶けが。うわ、ここなんかもうちょっと空気ねえよ。これ。ここ大丈夫、俺ここ大丈夫だよね。ん、ここは大丈夫だよね。うん、ここは大丈夫だ。午後になればあれだろう。みんな溶ける。うん。もう流れてる流れてる。すごいな。どこまで行くの？暑いね。うん。じゃあ薄いとこと暑いとこがまだいろいろなんだな。うん。流れる流れる。おお、すげえ流れてる。ああいう長靴の中に雪が入った。冷めて。まだ暑いね、ほんと。あそこ暑いんだ。うん、まだ、でも雪自体はまだ結構あったね。うん、暑いな。だが、でも広すぎて何してみようもねんがの。何してみようもね。暑いったって自然に、ここはもしかするとうちんとこ、向こうより高いかもしれない。あ、向こう帰り。うん、流れてるよ。流れてる。全然止まってないんだよ。うん。ご視聴どうもありがとうございました。ドローンを飛ばすときは足元に注意しろっていう動画でした。